では第3回クゾ選手権いきまーす。はい、今回はコッペリアのフランツです。じゃあお話をお願いします。スワニルダとフランツは恋人同士だったけど、はい、フランツはコッペリウスが作った人形のコッペリアを好きになってしまいしまって、はい、その後コッペリウスはフランツを酔わせてフランツの命をコッペリアに吹き込もうとするけど、スワニルダがそこに来て助けて、そうなんですよね。まず、人形から人間にしたかったんですよね、コッペリウスは。だからフランツの命をコッペリアに吹き込もうとするんですよね。それでスワニルダが、いやそれはダメだよって言って助けようとします。でスワニルダはお人形さんのふりをするんですよね。はい、うん、それでそれでフランツは、うん、その時起きて、うん、スワニルダとフランツはコッペリウスの家から出て結婚しました。はい、結婚式でハッピーエンドっていうことですね。はい、まずこの話のクズオレベルというところで言うと、スワニルダとフランツは恋人同士なのにもかかわらず、そう、お人形さんに恋をするってどうなんでしょう。人形ってわかるよね。ね、すごいわかりますよね。そんなにわからなかったのかな。目が悪いのかな、フランツは。ね、あのお話的には大したお話ではないように思うんですけど、皆様いかがですか。やっぱそう思います。うん、まあでも可愛いですよね。うん、あのスワニルダ可愛いし、まあ、性格的にはキュートでなんか愛らしいという印象があるんですけど、いかがですか。ね、だから可愛いからみんなもね、スワニルダのバリエーションとかっていうのはすごい好きなんじゃないかなと思います。イタリアンフェッテができればね、そこが課題ですけどね。はフランツのクズ王の点数を一人ずつお願いします。55点です。先生は50点です。ではコッペリアのフランツなんですけれども、52.5 点という得点を獲得しました。フランツおめでとう。まあクズ男的にはまあまあ、うん、そこまでかなっていう。ただね、あのお人形のコッペリアに恋をするみたいなところですよね。人間でね、好きな人がいるのにもかかわらず。じゃあもしよ、もしよね、あのスワニルダねが好きなのに、これ本当にコッペリアが人形じゃなかったら、ああもし人形じゃなかったら結構クズ男の点数は高くなると思うんですけど、はい、ですよね、ですよね。はい、フランツしっかりして。はい、じゃあ一人ずつ好きな王子をあげていきましょう。どうぞ。私は眠れる森の美女のレスリーが好きです。なんで。なんで。理由は呪われた姫を誰も助けることができなかったのに、運命なんてのレスリーがが助けることができていいなって思ったからです。なるほど。次、私はシンデレラの字がいいと思います。どうして。ちゃんと国中回って一人一人ガラスの靴試して、ちゃんと相手を探してくれたからいいなと思います。ちゃんとが大事なのね。ちゃんとが大事です。うん、私も
もシンデレラの妖精が好きです。一緒ね。一緒です。うん、なんで？シンデレラが12時前に馬車に乗らなきゃいけなくて走って逃げちゃうけど、王子はシンデレラを最後まで追いかけてって、ガラスの靴をちゃんと拾って誰のかちゃんと確かめるところです。結構ですね、ちゃんとが大事なんだ。大事です。なるほど。私はくるみ割り人形の王子が好きです。なんで？まずクリスマスパーティーの後に夢の中に現れるのがすごいいいなと思ったし、いろんな神に連れて行ってくれる面白さがあるけど落ち着いているところがいいなと思ったからです。私もくるみ割り人形の文字がいいと思います。なんで？いろいろな国にクララを連れて行ってくれるし、なんか他の王子よりもクララに対して親切な感じがすると思ったからです。他の王子よりそっか、なるほどね。じゃあちょっと聞いて、先生は誰が好きなんですか？先生の、ね、好きな王子言ってもいいですか？王子じゃないんですけど、アルブレヒトです。クズレベルが好きです。まだみんなはね、王子様のことをすごく憧れてるよね。王子に会いたいって思うでしょ。でもちょっとダメなくらいが良かったりするんですよ。わかるかな？わかんないね。理解できないでしょ。だってアルブレヒト結構高得点でしたよね。90点だったよね。そうですね。でもアルブレヒトが好きですね。そう、大人になれば変わるよ、きっとみんなも変わるかな。ということで以上がおまけトークでした。さあみんなお菓子欲しいんでしょ。はい。よし、お菓子食べよう。